こんにちは。北見市丹野町にあるエキゾチックスペース CNBα さんへ、珍しいペットショップ、なんだかいろいろいるお店です。北見市にこんなに珍しいお店があるんですよ。代表のお店、私が苦手な爬虫類やクモなどは割愛したい。可愛いふわふわ動物まで、本当に動物園なショップ。全部とはいかないけど、いろいろ紹介していきますね。気になった方はぜひお店までお問い合わせを。まずはミニブタさん。感情表現豊かで人に懐く性格をしているため、飼育しやすいと言われています。ご飯を食べる場所、寝る場所、トイレの場所をきちんと分けて生活する綺麗好きさんなんです。ミニブタは頭が良く賢い一面も。体重が 100kg ほどの大きいミニブタに成長する子もいるよう。アフリカオオコノハズク、通称アフコノ。体長20センチから25センチ、体重200キロから250グラム。寿命は10年から15年。フクロウは基本的に長寿で、たくさんの時間を共有できる。びっくりすると細くなる。他のフクロウにもある行動。木に擬態して敵に隠れてやり過ごそうとするんですね。飼育下でのフクロウの餌はマウス、ウズラ、ヒヨコなど。カットしたものを冷凍で買えるみたいだけど、家にフクロウいるって相当おしゃれですよね。ご希望の方は小さい頃から一緒にいる方が仲良くなれるので、小さい子をご用意してくれますよ。ここから苦手ゾーン。この子たちはそんなに動かないんですね。逆に良さは何？乾燥系の中型トカゲの代表種でもあるトゲオアガマの一種。寿命は約20年。飼育環境で35年以上生きることもあるらしいです。侮れない。マダガスカルに生息するヒルヤモリの仲間の一種。オス同士は喧嘩するんですって。そしてこの子たちは結構素早いらしい。どの子も侮れない。すっごい素人目で見て。そう、これがカメレオンって感じですね。かわいいかはさておき、愛嬌はある。マダガスカル西部から南部の比較的荒れた土地に生息。そのため湿度にはうるさくなく、乾燥に強いみたいで素人さん向けとか。すみません、本気で苦手な子がたくさんのため、大幅に割愛させていただきます。爬虫類系のファンの方すみません。モフモフコーナーにジャンプ。出ました、ジャコウネコか。コピルアクという世界で一番高いコーヒーがこの種の糞からできるとか。基本的には猫ちゃんを飼育するような感じに近いみたい。キャットフードも食べるようです。ちなみにニャーとは鳴かないみたい。かわいい。ミリアキャット、首付けになってしまった子です。
ジュニアキャットはマングース科の仲間。キャットと聞きますが、猫とは何の関係もありません。野生のミーアキャットは最大で40頭ほどの群れになり、地下に巣穴を掘って生活しているんです。寂しがり屋の子たちなので、仲良くなれる家族が見つかるといいですね。甘えるような声で元気に近づいてくるのが本当に可愛い。この子たちに会いに来るだけでも価値ありの可愛さ。出ました、カピバラ。ここのお店カピバラいるんです。すごくないですか。金額もすごいですが買えるんです。私の家ってカピバラいるんだよねって言いたくないですか。隣にはアヒルもいてにぎやかですね。温泉に入ってるイメージがあったけど、本当にお水が好きなんですね。地球上に現在存在する一番大きなネズミです。カピバラはもともとアマゾンの水辺に生息している動物なので、水浴び場の設置は必須です。体が長時間水に触れていない状態が続くと皮膚が乾燥してしまいますし、排泄も水中で行う習性があります。カピバラは寒さに弱い生き物です。特に冬場は寒くならない容器を配る必要があります。カピバラが好むお湯の温度は42度から43度で、人間とあまり変わりません。もちろんお湯の場合は寒い時、今は冷たいお水で涼んでいますね。静止画なのかな、くらい動かないですね。実は野生のカピバラは時速 50km 出せる瞬速の動物。天敵から逃げるのに必要なんです。メンフクロウ。中央ヨーロッパからアフリカ、東南アジアまで分布、全世界の生息数は500万羽と推測されています。体長約30センチ、体重約300グラムの中型フクロウ。メンフクロウの性格は一言で表すと活発でやんちゃ。身体能力が高く活発で、飼い主を飽きさせない存在です。右の子はここ CNB で生まれて育った子。卵を温め1ヶ月でヒナになります。メスはトイレや暗道以外は動かず、ただひたすら温め、オスは餌を探してメスにくちばしから食べさせる。優しい習性ですね。メンフクロウはお面をつけているような顔をしているため、この名前がついています。ちなみにめっちゃカメラにおこ。金環獣。食肉目アライグマ科金環獣属、二分類される夜行性の動物です。一日のほとんどを木の上で生活し、地上にはめったに降りてきません。昼間は巣穴などに隠れていて、夜になると活動を始めます。バナナ、ドッグフード、リンゴ、パイナップルなど食べるものが可愛いんです。金環獣の最大の特徴は、体と同じくらいの長さがある尻尾。樹上生活をする金環獣は、その長い尻尾を器用に使い、木に巻きつけてぶら下がったり、不安定な気上でバランスを保ったりしながら生活しています。
本的に穏やかな性格で、人懐っこい一面もあり、しっかりと育てれば人間にもなれます。そして夜行性だから仕方ないとはいえ、すごい寝相ですよね。ご飯を食べるときは両手で持って可愛く食べるそう。お、ヤギまでいるんです。ヤギの寿命は比較的長く、15年から18年程度と言われています。オスメス、いずれのヤギを飼うにしても、なるべく早い時期から人手によって世話をすると懐く傾向にあります。そのためここ CNB ではヤギさんもそうですが、小さな頃から育てた方がいいですよ。な子は購入してから小さい子を探してくれるんです。ヤギはあらゆる草を食べるので、近年では除草にも利用されています。庭に草を栽培すれば、自分で好きな時に好きなだけ餌として食べます。フクロモモンガは名前にモモンガとついているものの、カンガルーやコアラの仲間です。フクロモモンガの魅力は、きちんと飼育すれば環境によくなじみ、飼い主としっかりした絆を築けるということ。神経質で臆病な性格である反面、人に懐きやすい種類でもあります。飼い主に慣れてくると活発に動き回り、ケージから脱走することもしばしば。1日あたり平均18時間も眠るモモンガ、袋に入ったまま見えないんですけど、まあるあるです。アカアシモリフクロウ、アカアシモリフクロウはフライトが得意で好奇心旺盛、人慣れしやすく甘えん坊さんが多いです。ピタッと体を寄せてきたり、頭を撫でられることが好きになる子も多いです。初めての方でも安心してお迎えいただけます。暑さ寒さにも強く、日本の気候でも飼いやすく丈夫、扱いやすい大きさと愛くるしい瞳で、初心者からマニアまで幅広い方から人気のある種類。アカアシモリフクロウの寿命は飼育下で20年から30年。こんなに可愛いのに長生きなのもいいですね。さて、かなり割愛させていただきましたが、まだまだ、本当にまだまだたくさんいます。鳥やウサギなど、そして爬虫類などは本当にたくさん。ペットショップにいるというのを忘れるほどの動物園感。珍しい動物に会いたい、見てみたいを叶えてくれる素敵なお店。店員さんの人柄もとてもよく、楽しくお話できますよ。いろんなお話をしながら撮影していましたが、本当に勉強になります。ワンちゃん、猫ちゃんなど想像がつく動物が逆にいない。新しいタイプのショップ、概要欄から店舗のインスタグラムを確認してみてください。ガチで苦手なやつ結構出てます。動画に出ていない子がたくさん、ぜひインスタで見てみてください。 CNB の正解が出ています。キンカジューがバナナ食べている動画も出ています。2023年2月25日に北見市丹野町にてリニューアルをオープンしました。気になった方はぜひ行ってみてくださいね。それではまたね。